はい、こんにちは。鳥取市のハンクやいろはどうです。本日はですね、こちらご紹介します。明日を見つめる地元経済誌瞬間整形レポート、こちらのですね2月15日号にですね、先日の、図書館で行われました、図書館で夢を実現しました大賞のですね、私が受賞したという記事が、掲載されました。人からですね、整形レポートを載ってるよっていうのを教えていただいたんですけどね、こちらの方購読してないもので、早速ですね、鳥取県立図書館の方に行きまして、コピーをいただいてきました。本日はですね、2月27日ですが、明日2月28日のですね午後から、再度また整形レポートさんがね、あの当店の方いろは堂の方に取材に来ていただけるということで、また、もう1回ぐらいはね、取り上げていただけると思います。またちょっと、何日付の整形レポートさんになるか分かりませんが、購読されている方はぜひまたご覧ください。よろしくお願いします。